はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校古文の枕草子丸さんをお送りします。で、春夏秋と終わりましたので、今回冬ですねをやっていきます。なので、まあ、いつも通り訳していく形になりますので、まあ、訳を確認したかったり、まあ、ポイントをね、聞いていきたい方は、このまま続けて見てみてください。では、行きましょう。で、まず、枕草子についてなんですが、清少納言、作者ね、やりました。で、ジャンルが随筆、やりました。で、セットで時代です。これも覚えておいてください。枕草子、これ、平安時代です。平安時代ね、これも覚えておきましょう。じゃあ、訳ですね。で、まあ、このね、簡単に、復習すると、その春、夏、秋と、それぞれの四季に、これがいいよねっていうことを話してます。趣深いっていう、このお菓子を使ってね。で、冬は何がいいかっていうと、勤めてがいいんです、勤めて。で、これもよく狙われます。まあ、お菓子がね、また省略されてますけど、冬は何がいいのか、これは早朝がいいんです。と清少納言さんが言っております。冬は早朝が趣深いと、早朝がいいよね、朝早くいいよねつって、でどんどん続きます。でこっからですね、丸まで行くとここなんですよ。めっちゃ長くなっちゃうので、点ごとに、まあ、訳していきます。雪の降りたるは言うべきにもあらず、まあ言うだよね、べきにも一応書いておこうか。でこの言うべきにもあらずは、前回の秋の一番最後、まあ、もが入ってなかったんだけど、言うべきにあらずだったんだけど、それと変わらないです。これは、雪の降ってる時は言うまでもないって言ってます。雪の降ってる時は言うまでもないけど、みたいな。つまり、雪が降ってる、冬ね。早朝雪降ってる時はもう、言わなくてもね、素晴らしさわかるでしょみたいな感じのイメージ。言うまでもないが、次。霜の糸白きも、まあ、糸がよく出てきますね。また書いときましょう。とてもです。霜ね。まあ、霜が降りる。降り、あ、降るじゃない。降りるじゃないですか。で、霜がとっても白いのもいいしってことです。それもいいし、また、さらでも糸寒きにです。で、このさらでもも行きましょう。ここね。これ、そうでなくてもです。霜がね、とっても白い時もいいけど、またそうじゃなくても糸、とても寒い時にです。寒気にね、寒い時に火など急ぎ起こして、で、まあ急ぐは急ぐでいいんだけど、火を急いで起こす。これは今はね、例えばクーラーじゃねえや、暖房ピーとかストーブピーってつきますけど、昔は炭を使って火を起こします。暖かくなるためにね。で、寒いじゃないですか。だから火を急いで起こしたいわけですよ、朝。だから火などを急いで起こして、炭もて渡るも糸つきづきしと。で、これはね、炭は炭です。その火を起こすために使う炭ね、を持って、まあ廊下とかを渡るってことを言ってます。で、大事なのは糸つきづきし、こっちだね。これ確か単語の時やったよね。で、つきづきしはちゃんと訳すなら、これで訳してください。例えばテストの時に、その糸つきづきしのところを訳さなきゃいけなかったら、似つかわしいです。だから糸がつくから、とってもね、とても似つかわしい。まあ、ふさわしいって意味です、つまり。で、ここまで、まあね、ごちゃごちゃやりましたけど、まずちょっと復習で、まあ一回まとめます。冬は早朝が趣深い。ね。で、雪の降ってる時は言うまでもないし、霜がとても白いのもいいし、またそうじゃなくても、とっても寒い時に火を急いで起こす、まあ、ためにね、炭を持って廊下とかを渡るのもとっても似つかわしい。つまりそういう空、ごめんね。そういう光景がとっても合ってていいよねってことを言ってるんです。それが冬が全体ですね。清少納言が見るといいよねってことを言ってる。で、最後はね、ちょっと和の詩が大事になるんですけど、昼になりて、つまり昼になって、今早朝の話してるからね、昼になって、ぬるくゆるびもていけばですね。で、これは訳すときに、まあ、ここに、ちょっとね、補助で入れます。
まあ、ぬるくなるは、なんとなくね、今でもぬるくなるって言うんでわかると思うんですけど、まあ、寒さがぬるくなって、ゆるびもていけば、まあ、寒さがね、こう、だんだん、緩んで、あったかくなっていくんです。で、これは、まあ、冬、まあ、今見てくれてるのがみんな冬だといいんですけど、こう、まあ、早朝、ありますよね。寒いじゃないですか。でも、やっぱり昼になれば、だんだん日も出てくるので、あったかくなってきますよね。それを言ってるだけです。昼になって。寒さがね、緩んで、あったかくなっていったらってことを言ってます。そうすると、日よけの火も、これ日よけで火鉢のことで、その火を起こすための、まあ、炭を使ってね、火を起こすとこのことです。日よけの火が、一応ガにしちゃおうか、これもね。ごめん、色が。日よけの火が、白を着、灰がちになりて、わろし。まあ、これガチはね、ばかりとかって訳すといいです。つまり、火鉢の火が白い灰ばっかりになっちゃって、わろしなんです。で、このね、まず先に意味書いちゃうから、これ大事なんで覚えてください。これやったかな？あ、やってないね、単語で。これ良くないって意味です。良くない。これすっごいね、塾講師やってる時の印象が深い子がいて、生徒に自分のね、テスト持ってきたんですよ。で、その子国語も取ってなかったんで、俺教えてなかったんですけど、その時。日よけの日が白く、これ覚えてたの、ちゃんと。その子覚えてたんだよ。灰ばっかりになってて、受けたって書いてあるんです。このわろしが笑えるっていう風にね、捉えちゃう方が、まあ、これ何人かいたんですけど、そう。じゃなくって、良くない。だから、趣深くないってこと言ってるんです。清少納言さんから言うと。だから訳すんであれば、火鉢の火が白い灰ばっかりになってしまって良くないと訳してください。まあ、清少納言さんが見たら、そういうのちょっと嫌だよね、みたいな。私早朝推しだから、みたいな感じ。イメージとしてはね。といった訳になります。これ全部書いたかな？大丈夫かな？で、正直ですね、まあ冬がね、早朝の、まあ、空気とか好きなんで、朝寒いけどさ、なんか澄んだ空気とか好きだから、まあ、言ってることはわかるんですけど、まあ、この辺とかちょっとね、よくわかんないけど俺は。そう。そういう、なんだろう。文学の何？感性がないので俺には。ないですけど、ひとまず訳はこんな感じです。で、まあ、学校の定期テストとかでね、範囲に入ることは多いと思いますので、ひとまず、まあ、こんな感じで、訳と、まあ、ポイントですね、押さえてもらえたらと思います。では、今回は、枕の草子、丸さんをお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて、本当にありがとうございました。で、次回なんですけど、今、枕の草子、一応これで一段落で一回終わって、他にね、これやってくださいと、竹取りやってくださいとか、いっぱい書いていただいたので、まあ、もっと、本当はね、この本部そんなにやるつもりなかったんですけど、ちょっとまあ、作品は増やそうと思います。ですけど、次回は、一本、古語の活用です。と、かかり結びの動画を撮りますので、もしよかったらそちらの方もね、ぜひ見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。